それでは皆さん、準備の方はよろしいでしょうか。これから、ジュニアキャンパス特別講義を開催したいと思います。講義の題目、皆さんもパンフレットでご存知かと思いますが、ナノテクロボット電気自動車、活躍する兄弟発電車ということで、講師の先生をご紹介します。京都大学の副学長で、ベンチャービジネスラボラトリー施設長、そして工学研究科の教授の松重和美先生です。それではご紹介したいと思います。先生お願いします。皆さんおはようございます。
日本で最初のノーベル賞学者、湯川先生ですね。で、まあ、日本で今十いくつかのノーベル賞をもらえたと思うんですけど、科学部門では京都大学は最も数を多くのノーベル賞をもらった人を輩出しています。そこのところにも湯川博士のその当時のものがあったりですね。で、桂キャンパスにもそういうふうな展示があります。で、まあ、そういったところでもし皆さん来られた時にそういうふうなどういうふうな生活をしてどうしてこんなものをもらえたかということを学んでいただければと思います。それから今話題となるのは山中先生、いわゆる万能細胞ということで、まあ、いろんな人間というのは細胞が病気になっていろいろ衰えたりします。で、それを再生するために山中先生は非常に画期的な仕事をされています。ひょっとしたら次のノーベル賞候補になるかもしれません。それからノーベル賞というのは実は分野が限られているんですね。で、ひょっとしたら君たちの中にも数学が得意な人がいるかもしれない。数学が得意でもノーベル賞はもらえない。で、それはどうしてかというとノーベルというのはダイナマイトを発明した人ですから、いわゆるエンジニアリング、工学とか理学とかそういったところで数学は待ってなかったわけですね。で、数学分野はこういうふうなフィールズ賞というのがあります。で、京大からの広中先生であるとか森先生であるとかもらわれています。これはですね、4年に1度なんですね。オリンピックと一緒で4年に1度で40歳以下っていうのが非常になんかいろんな制限があるんですね。優勝だと、まあ、数学の分野でこのラウス賞で伊藤先生が。で、数学はこういうのは計算だけではなくて、例えばこういうふうな幾何学的な模様であるとか、伊藤先生はこれ経済ですね。株がどうなるとか、そういうふうな今は経済での数学が非常に重要です。だから学問分野はいろいろ基礎的なことをやりますけど、こういった形で自然現象であるとか社会現象、経済現象、経済活動、そういったものが非常に関係するんですね。で、そういう分野で京都大学の先生方、またはそこから出た人がいろんなところで活躍しています。それから京都大学はこういうフィールド科学、自然とかそういったところでやっています。で、京都大学は日本国内だけでなくて、これはアフリカのギニアですね。で、こういったところにも霊長類研究所とか、ゴリラとかチンパンジーですね。で、皆さんご承知のようなのは、おそらくアイちゃん、まあ、いろいろなアイちゃんがいますね。卓球のアイちゃんであるとか。で、その前より有名だったのがこのチンパンジーのアイちゃんです。で、ここは愛知県の弓山っていうところに、実は京都大学の霊長類研究所というのがあります。で、アイちゃんはこういうふうに数字をパッ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 とこう切るのを覚えるんですね。で、これは京大の学生さんにもずっと能力があるんです。ただですね、遺伝子の情報というのは人間とこういったチンパンジーはほんのちょっとしか違う。それでいてこういうふうに形が違ったり能力が違ったり、いろんなことが違います。まあ、そういったような基礎的な学問とこういった実際的なもの、人間がどういうふうに発達していったんだろうとか、いろんな形で研究が非常に面白いところがたくさんあります。それからもちろん大学ですから勉強します。まあ、いろんな人がたくさん来てます。まあ、今日はむしろそういう研究が社会にどう役立つか、社会とともにどう生きるかということをお話したいと思います。で、大学の役割というのは教育、そうですね、学ぶこと、研究、それから社会貢献です。社会に対して大学が研究したこと、それをいかに生かすか、ないしは社会と一緒にどういうふうな新しい分野を切り開くか、そういったものが非常に重要になっているんですね。で、これ一つちょっと難しいかもしれませんけど、UFO アライアンスという、アライアンスと一緒にやりましょうということで、大学の中でなくて、いろんな企業、ご存知ですね、NTT、パイオニア、日立、三菱カードですね、ローン。で、こういういろんな企業と大学の先生方、学生が一緒になって、例
えばこういうような太陽電池、有機というか、今は太陽電池非常に注目されていますが、大部分はシリコンという無機物を使います。で、新しい材料の有機物を使った新しい太陽電池の開発、それからEL、 皆さんご存知のようにフラットテレビというのはさっき出てますね。プラズマであるとか液晶で、でその次に有機の EL というのがある。まあ、そういったものを企業と一緒に開発しています。で、将来的にはこういうふうな、いわゆる指きたす、どこでもコンピューターが使えて、どこでも映像が見える、それから海外の人ともコミュニケーションができる、こういったものを大学だけではできませんし、企業だけでもできない。それを一緒に開発するということもやっています。だから今大学が非常に大きく変化しています。それからもう一つですね、京都大学が原産といいますか、ビールを出してるんですね。で、これ小池総長と、これは早稲田の白井学長です。で、こういったものは特許という形で出すんですけど、こういうようなビールを売れればですね、そういった開発したところに少しお金が戻ってきます。で、ここには古代エジプトビール、ホワイトナインですね。で、どうして早稲田大学と京都大学が一緒にあるの。で、実は早稲田大学に、まあ、今ちょっと変わらなくて、吉村先生っていましたね、いましたねって今おられるんですけど、エジプトのピラミッドの研究では非常にテレビでも 出られている先生です。で、吉村先生がエジプトに行った時に、実はその当時どういうお酒を飲んでいたか、そういった記述があったらですね、それを解読すると、まあ、こういうふうに作ったよというのがあります。で、それを再現しようかということで、実は大池先生が発案して、まあ、いろんな人が協力してやったわけです。で、それを再現しようとすると、その時に使った小麦が必要ですね、種が。で、世界中探してもそれがないんです。で、ようやくあるのが分かったのは、京都大学の農学部の植物遺伝学というところです。で、そういうふうに古代の種がちゃんと京都大学には残って、生きた状態ですね。で、それとあと、伏見の木桜酒造っていうのが一緒になって、こういうふうなビールを出しています。まあ、皆さんがまだ飲むには早いんですけど、ぜひお父さんとかお母さんにですね、こういうビールがあるよと、ぜひ買ってよって言ったら、そうすると先ほど言ったように、これが売れると、京都大学と早稲田大学に10円募金が来ます。で、そうするとそういったようなお金がまた新しい研究に回るというふうになっています。それから、ベンチャーのお話します。で、ベンチャーっていうのはどういうものかっていうのは、まだ皆さんよく知らないかもしれません。例えばビル・ゲイツ、ご存知ですか、マイクロソフトの。で、ビル・ゲイツとかいろんな人、新しい、まあ、分野を切り開いて経済活動、企業を起こしたという人を普通ベンチャーと言います。で、ビル・ゲイツもそうですけど、世界にはたくさんのそういうふうな新しいことをやって、まあ、経済活動、企業活動、それから社会活動をやっている人。シリコンバレーというのを聞いたことありますか、アメリカの。で、そこは、そこにもやはり大学があるんですね、スタンフォード大学。で、スタンフォード大学の先生とか学生さんと一緒に新しいことをやる。で、マイクロソフトもそうですし、ヒューレット・パッカードもそうですし、それからグーグル、それから、そうですね、いろんな新しい分野、ないしはデバイスを作るようなものができる。で、そういう人たちをぜひ育てようという形で、京都大学にもこういったベンチャービジネスラボラトリー、これの世話を私今してるんですけど、あります。で、そういうふうに新しいのにチャレンジしていこうという人たちを育てようという施設です。で、まあ、いろんなことをやってるかということですけど、いろんな講義とかセミナーやってます。ベンチャーを起こした人、失敗した人、どうしたらベンチャーを起こせるのかという形で、こういうふうな講義をやります。それから、もう一つはアイデアコンテストでやってます。いろんなアイデアが出たら、それを実業化、事業化するにはどうしたらいいかという、そういう提案をするわけですね。で、これは京都大学の学生さん
全国の高校生にも募集をしています。でこれは高校の時 の, 受賞者ですけど、全国から来ます。去年は400件ぐらいの応募がありました。でこちらに来てもらって、私はこういうアイデアを出しましたと。でこれはぜひ皆さんが使うようなヒット商品になりますとか、そういうものを提案してもらいます。で実は後でロボットの高橋さんにもここに講演してもらうんですけど、高橋さんはおそらく第1回目かな、第1回か第2回目ですよ、グランプリをもらってます。それから、若手のための研究の助成をする、いろんな活動をしています。で先ほどの VPL の中にはいわゆるインキュベーションという施設があります。このインキュベーションというのは卵のフランティアです。卵がありますね。でそれがひよこになって鶏になって、そこをちゃんと温めてやらないと、成長しない。だからベンチャーというのは本当に1人とか2人で始めるんですけど、それを大きく育てるためにはやはりそういうのを支援するような施設があるということで、で大学の中にはこういった兄弟ベンチャーっていうのがあって、いろんな会社があります。で高橋さんのロボガレージもそうですし、後からご紹介しますサイエンスグラフィックスの辻野さんの会社もあります。で現在13社がこのロボ VBL という建物の中に会社を持っています。例えばこういうのもなんですね。今 LED という発光の素子がありますね。これ電球ですけど、半導体で非常に効率のいい LED で、それは高いんです。値段が高いんです。だけどその特性を生かせば、例えばこういうふうな手術のゴーグルに使う。で手術の時はできるだけこうメスをしますから、血管を切ったり、そこに抗菌っていうんですか、組織を切ったりしますよね。その時ちゃんと見えないわけで、で皆さん手術はあまり受けたことないと思うんですけど、手術室の特別な部屋があって、いわゆるライティング、光がですね、全然影が見えないような形で、非常な特別な施設がある。ところが手術をやっている時に、例えばここする時にこうお医者さんがこういうふうにやりますよね。と上にライトがあると自分の頭が影になる。これはあまり良くないですね。でこういうようなゴーグルだったら見たいとか手術したいとか、そのまま見えます。それから携帯に可能ですから、緊急に例えば災害時でもこういう手術ができる。こういうふうな会社を起こしているのがあります。名前はですね、チームヤンチャーズということで、なんとなくね、ベンチャーらしいという名前になっていると思います。それでこれちょっとガラッと変わって、これ京都の、私はベンチャーマップというんです。これ京都の市内マップですね。で京都は1200年の歴史がある。だから歴史の町、観光の町と言われるように、お寺さんとかお宮さんとか、いろんな観光のスポットがあります。だけどもう一つですね、京都は世界で注目されているのはハイテクのベンチャーの町っていうことです。でどうしてかというと、例えばここに京セラ、任天堂、オムロン、それからローン、ホリバー、リデク、これ日本電産ですね、ワコール、村田、島津、これそうそうたるベンチャーの会社があるんです。これは日本他のところ、東京でもこういうふうにないんですね。で島津製作所がありますね。で島津は100年ほど前からの歴史があるんですけど、島津玄三さんです、初代の人は、やはり科学技術、それからそういったものづくりが非常に好きな人だったんです。で、そういうような会社がありますし、京都大学は今皆さんがいるここに吉田キャンパスとか、宇治の方に研究所のキャンパスで、第三キャンパスとして桂の方にキャンパスを持っています。で京都の町はベンチャーなんです。でその中でもものづくりの町です。で今からお話しますナノテクもそうなんですけど、実は京都には古くからもナノテクの技術があるんですね。ナノテクというのはこの10年とか20年の話ではなくて、非常に古い歴史を実は持っているんです。例えばここに金閣、皆さん来ましたよね。
ひょっとしたらね、地元の人はなかなか行かないかもしれない。修学旅行だとなんで行きますけど。で、金閣寺はここに全部金色してますね。で、これ金色してるということは、全部これ金がでできてるかというと、これ全部金で作ってたら大変なお金になります。だから実際はこういうふうに土壁があって、土壁だと思うんですけど、その上にこういう金箔を貼ってるんですね。金箔。で、この金箔の厚みでどれくらい入ってますか。後で話し合うと、100ナノメーター。まあ、0.0000ミリメーターって非常に薄いです。で、この N というのはナノなんですけど、ナノメーターの技術をすでに数百年の前から、日本の伝統の人は技術を持ってて、それを利用していたわけです。だからこういうふうな金箔を実はずっと貼ってるんですね。で、こういったような技術が、例えば携帯、それからタッチパネル、そういったものに利用されています。それから、女性の人でこれ、金箔を貼るとですね、血行が良くなって肌がきれいになるとか、まあ、金だからお酒とかコーヒー入れるとリッチになりますよね。そういう精神的な作用もあるという形で、ナノテクというのも今からお話ありますけど、京都の伝統技術の元になっています。それから、まあ、大学は学問だけでなくて、新しい文化を作っていく元でもあると思います。で、先ほど言いましたように、こんな桂離宮のもうちょっと西の方ですね、京都大学は第三キャンパスで桂キャンパスを開設しています。で、ここには工学部がいます。もう大部分行ってます。で、ただ工学部というのは、まあ、先端技術をやるんですけど、技術だけではもうちょっと面白くないと。で、たまたま近くに京都市の芸術大学がありますし、国際日本文化研究センター、これも世界的に有名なセンターがあります。で、そうすると、先端技術と伝統文化、芸術、これが一緒にあればですね、何か新しいことができると。新しい文化を作ろうという形で、ネオ西山文化、ネオというのは新しいですね。西山文化を作ろうとしています。で、電気自動車は今のガソリンのその平均車よりも、実は歴史は古くて、もう100年以上の歴史がある。で、先ほど島津玄三さんの話を少ししました。で、島津玄三さんはやはり新しいものが好きで、当時最初にできた電気自動車を輸入して、30年間自分で運転して、自分かどうか運転して、通ったということを聞いています。で、どうして電気自動車が一般に、まあ、流行らなかったかというと、まさにそれは動力源のバッテリーの問題なんですね。で、最近はいろんなバッテリーができてますし、それから地球環境、さっき言ったように炭酸ガスを出さないということで、電気自動車が注目されています。だから電気自動車はどこでもできるんです。日本でもなくて、京都でなくても、世界のあらゆるところでもできるんです。だけど、我々、京都の人はもうちょっとやはりそれを進めようと。京都らしさのやり方でやろうということで、京都化プロジェクトを始めました。で、他と違うのはどこかというと、まあ、京都にはいろんなそういうハイテクの企業があります。そこの知恵を結集しよう。大学にもいろんな若い人がいますので、そこの、まあ、新しい技術を結集しよう。それプラスですね、こういうふうにこれは漆、これは京友禅という形で、そういう先端の技術に伝統的な文化を入れようと、京都らしい考えかもしれませんけど、で、そうすると、まあ、今電気自動車は非常に小型で機能的というイメージだけですけど、やはり我々としてはもう少し文化を感じて、生活を感じて、それにはやはり今までの京都の持っている伝統的な要素を加えようという形で、実はこれ漆で塗った電気自動車を開発したりしています。で、これは清水寺ですけど、そこで先日世界に向けて発表しました。こういうのを我々やってます、こういうものを作りましたということでやりました。まあ、これについてもこういったようなデザインは後で実践してくれる高橋さんがデザインしてくれました。で、こういうのをですね、これ
漆の、電気自動車。これはコンセプトカーといって、大きさが大体10分の1ぐらいです。で、これ漆を塗るわけです。で、漆というのは自然塗料です。今、塗料というのは、まあ、人工的な、化学物を使ってやるんですけど、漆というのは自然の塗料です。で、ただですね、それだけではなかなか自動車に適用できない。どうしてかというと、漆というのは太陽光線、紫外線とかそういったものに非常に弱いということです。それで京都市の技術研究所というのがあって、そこで漆の研究をやっている人がいます。で、そういった耐光性、つまり太陽の光とかそういったものの強い漆の工法を開発しました。まあ、その技術を使って、あとこういう蒔絵の技法ですね、こういったものを加味してこういう自動車を作ってます。ちょっとこれ画像を示したいと思います。これはコンピュータグラフィックで後で紹介します。辻野さんの会社で作ってもらいました。で、京都を核とする電気技術、京都カープロジェクトです。で、大池総長からも少し、それから最先端の技術を入れましょう。まあ、いろんな技術が今大学その周辺で開発されています。それからさっき言ったのは伝統文化、芸術を融合しました。で、これは電気自動車なんですけど、自動車だけでなくてですね、これを普及するためには社会インフラが必要だと。例えばここにコンビニでいつでも充電できれば、バッテリーの量をずっと減らすことができます。それからこういうふうに災害の時には電源になります。だから災害時のバックアップ電源、いわゆるそういったところにも利用できることになります。これはこの前一度、去年ですか、実践したものです。このウィールの中に、車輪の中4つモーターがあって、やつかなんていうのコントロール、こういうふうな動きができるわけですね。インホイールモーターといいます。回転もできます。そうすると駐車が下手なというか得意でない人も十分できます。それから電気自動車はもともと電気で走りますから排気ガスが出ないんです。で、したがって自動運転もできますし、それから今度は家の中に入るわけですね。これ自動車、普通の電気車が入ると排気ガスでいっぱいなんですけど、電気自動車はガスが出ませんから、いわゆるリビングに入ります。それから新しい技術として接触なしで電源を補給することもできます。だからこういうふうな非常にクリーンな電気自動車を世界に向けて早く普及するように我々活動しています。これは先ほど言ったVBL、ベンチャー皆さんの建物。ここから歩いて3分か4分のところにあります。だから京都で発信して、これを世界に。例えば、これはパリですね。それからこれから今までたくさんの自動車が出てきたのは中国なんですけど、中国ではぜひガソリン車じゃなくて電気自動車でやってほしい。排気ガスが中国で出て、それが日本に来るのは困る。ガソリンが高くなって日本の物価が高くなるのも困るわけで、だからこれは中国のためでもあるし、日本のためでもあると思います。ここ今実は8カ国 の画像を示しています。で、先日G8 先進主要国サミットが北海道であったんですけど、京都でもですね、外相会議、外務大臣の会合がありました。で、8カ国集まったので、実は8台を作って、先ほど清水寺で展示をしたところです。で、こういうようなものができますと、先ほど言ったが伝統文化を入れていくと。これは共有禅という形で、今も西陣織であるとか、いろんな伝統産業があるんですけど、なかなかやはり、廃れてきているところもある。だけど、そういったものに新しい視点で、そういう伝統技術を生かしていくということは、
まあ、その分野のさらなる発展にもつながりますし、まあ、やはり1200年、800年、400年という歴史はそれぞれやはり重みがあります。そういったものをやはり先人の知恵、心をさらに生かしていこうということで、こういう活動をやっているわけです。それから実際に動く車もということで、これも電気自動車です。かなりレトロな雰囲気ですね。これも新聞発表したんですけど、これ見ると大体木とかこれ竹ですよね。で、こういったものでやってます。で、上にはソーラーバッテリーを積んでます。それから、まあ、その他にですね、こう太陽電池で、ね、ソーラーバッテリーも新しい先端の技術を入れます。だから雰囲気は非常にレトロですけど、中身は実は最先端なんですね。で、これはあとですね、これは電動の自転車です。これは GS 岩佐っていうところが開発しているものです。さっき言ったように、天井にはこういうふうに太陽電池、それからバッテリーの問題、これが実は学問的にも研究で一番最大の難問でありし、注目されてるんですけど、ここではですね、コンデンサーといわゆるリチウムイオンバッテリーという、それのハイブリッドをしてます。これも新しい技術です。それからフロント部分、こういうふうに竹の模様です。いろいろ工夫してるんですよ。で、ここにランプがありますけど、これを作るのは大変なんですけど、見ていただいたこれはですね、実は、ひしゃくがありますよね、溝を。で、あれをするのを利用してるんです。柄はそういう形です。それからもう一つ、これは竹の素材が全部入っています。京都らしいといいますか。で、それ以外にですね、これはある企業、アムラという企業があるんですけど、京都に。で、そこで開発している自然素材のボディです。何を材料にしているかというと、竹の繊維、それから茶葉。今お茶のペットボトルたくさんありますね。で、あれ抽出した後の茶葉の葉っぱは今は産業廃棄物です。だけど茶葉もいろんな繊維がある。それを竹の繊維と一緒にこう砕いてですね、まあ7までいくかどうかは、そういう砕いてそれを改めてこうやってコンポジットにすると非常に軽くて強いものができます。で、そうすると自然のものを使った車ということで、後のリサイクルにもつながるという話です。で、あと最後、これはこういうバスにもぜひ利用しましょう。まあ、バスはこういうふうに広い屋根がありますから、そこに太陽電池を敷くと。それからもちろんバッテリー、高性能のバッテリーを作ると。それからバスというのはなかなか行き先が分かりにくいと思います。で、それで先ほど開発をやっているような勇気の家の非常に広い面積のもの、それから LED をすると。非常に効率的で、排気ガスも出ないようなバス、こういったものをぜひ京都でまず走らせると。で、それを全国展開、ないしは世界展開という形の活動をやります。で、皆さんから後でまたディスカッションとしますけど、まあ、電気自動車は大体いくらぐらいするんですかとか、どれくらい走るんですかとか、いろんな質問が来てますので、これは後まとめてお答えしたいと思います。じゃあ私の方は一度ちょっとここで中断してですね、今度は最初のナノテクの話をサイエンスグラフィックスの辻野さんにやっていただきます。では紹介します。辻野さんです。皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。サイエンスグラフィックスの辻野です。僕の会社はこの兄弟先ほど言ったベンチャービジネスラボラトリーの中に入っている、社員は5人ぐらいの小さな会社なんですけれども、サイエンスグラフィックスという、名前の通り、科学技術を、コンピューターグラフィックスとかを使って見せるということをやっています。電気自動車の基礎ですけれども、で、例えばナノテクノロジーっていうのは、ちょっと詳しい話は後で出てくるんですけれども、10億分の1メートルの、世界の技術ということで、文字通り目に見えないというそんな小さな、そういったものを、そういったナノテクノロジーとか、本当にいろんな大学の最先端の技術っていうのは、
難しいってこともあるんですけれど、目に見えないっていう話が多くて、そういったものを映像化していきたいという、そういうことをやっています。で、なのなんですけれども、ちょっとスケール感覚をちょっと皆さん考えてもらいたいんですけれども、私たち の世界っていうのは、メートルの世界になります。で、その1000分の1というのが、ミリメートルで、大体ミジンコとかがちょうど1ミリメートルとか、そのぐらいの大きさです。で、さらにその1000で、そのさらに1000分の1が、この大腸菌とか、そういった大きさです。大体50マイクロメートル。マイクロメートルっていうのは、ミリメートルのさらに1000分の1です。で、大腸菌の、さっき尻尾みたいなものが動いてたと思うんですけれども、あれを使って、水の中を進んでいくんですけれども、鞭毛という動物にもこんなモーターみたいな構造をしたものが実はあって、これ自体ちょっと不思議なところではあるんですけれども、この鞭毛モーターのこの、鞭毛というこの毛の太さがちょうど、50ナノメートルぐらいになっています。それで、さらにもうちょっと小さいところに進んでいきまして、大腸菌、そして全ての生物に共通している、遺伝情報というものを全ての生物持っているんですけれども、その、実態といいますか、それが DNA という、名前だけは聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけれども、この DNA という長い鎖があって、で、この鎖の太さというのがちょうど1ナノメートルです。で、これより下になってくると、もうあとは物を構成している、物の基本的な構成の最小単位である、原子の世界です。0.1 ナノメートルぐらいの世界。で、人の大きさとこの1ナノメートルの世界との差っていうのは、多分ピンとこないんじゃないかなと思うんですけれども、じゃあ例えば私たちをそのナノの世界にちょっと置き換えてみるとですね、それからそのナノの世界からメートルの世界を見ると、どのぐらいの大きさなのかということをちょっと見ていきますと、上の世界に上がっていきます。人間にと、人間のその1000倍というのはキロメートルなんですけれども、東京タワー300メートルで、0.3 キロってことですよね。で、さらに飛行機が飛んでるのが、大体何万メートル、3000キロメートルですか、3000メートルぐらいの世界ですね。で、さらに人工衛星が飛んでるのが、3万キロとか、そんなところと。で、地球と月の間の距離というのが大体40万キロメートル。大きい方の単位でテラという単位があるんですけれど、10の、9乗、この、0.4 テラぐらいということになります。で、人と、ナノの世界を比較するということは、人とその、地球と月の距離ぐらい比較するぐらいの、それだけ大きなスケールの隔たりがあるということになります。でも、こんな極端な小さな世界を使うそのテクノロジーっていうのが、私たちの生活にそんな身近なものなのかなと思うかもしれませんけれども、実は本当に身近なところにそのナノテクノロジーを使った製品っていうのが登場しています。携帯電話っていうのは、皆さんもう使いこなしていると思いますけれども、それで使いこなしてて、特にあんまり中身とか考えたことないんじゃないかなと思うんですけれども、あまりにも一般的になってますので、ただ、携帯電話っていうのは、ナノテクノロジーで非常によく使われてまして、携帯電話っていろんなことできますよね。ゲームをしたりだとか、電話やメールっていうのはもちろんなんですけれども、それから、この GPS 携帯っていうので、自分の場所が分かったりとか、カメラももう普通のデジカメに同じぐらいの性能がありますね。で、いろんな機能があるんですけれども、やっぱりその機能、いろんな機能を制御している、その携帯電話の頭脳とも言えるようなものというのが、一般に言われているんですが、LSI というものです。携帯電話の中にもいろんな部品が詰め込まれていますけれども、その中に、ブラックボックスという、本当に黒い小さな箱なんですけれども、この中に、LSI というものが入っています。で、これがまた、
人が直接見てもおそらくパッと見ては 何か分からないというのは本当に小さなものでして、ちょっとそこ、この LSI をあの特殊な顕微鏡で見ているという映像があるので、ちょっと映像を見ながらお話をしていきたいと思うんですけれども、パソコンだとか出てくるようなこのデジカメ自体もそうですし、最近はもういろんな家にある家電製品とか、これオーディオとかもそうですし、いろんな家電製品が使われています。で、まあ、フラットボックスと、まあ、言いましたけれども、このチップっていうのは大体あの指の上に乗るぐらいの大きさで、まあ、1センチ×1センチぐらいの大きさしかないです。で、これその CG なんですけれども、こんな感じでパッと見ると都市の上空写真かなと思うような、なんか雰囲気になってるんですけれども、まあ、それもそのはずというか、今の半導体チップの中にはいろんな部品があるんですけれども、トランジスタというスイッチが、まあ、ありまして、そのスイッチが指先に乗るようなチップの中に約1億個入っています。まあ、日本の人口に匹敵するぐらいの、まあ、スイッチがですね、指先に乗るチップに入っている。で、そんなチップ、トランジスタというようなスイッチを見ていこうと思うと、当然普通の光学顕微鏡、皆さんがよく知っているような光学顕微鏡では見ることができませんので、電子顕微鏡というものを使います。今この大きな装置の中にLSI を入れています。まあ、電子顕微鏡の大きさっていろいろあるんですけれども、標準的なものは、まあ、大人の人の背にちょっと近いぐらいの、まあ、結構大きなものがあります。ただ本当に大きなものっていうのは、宇治の京都大学の宇治キャンパスの方に、まあ、顕微鏡というよりも建物というような感じの3階建てぐらいの大きさの大きな電子顕微鏡もあります。で、今これ LSI の、どんどん拡大していっているところですけれども、まあ、LSI の中にちょっと穴を開けてですね、配線が見えるようにしているんですけれども、今横に3本、島が見えると思うんですけれども、これがスイッチとスイッチをつないでいる配線です。で、この幅っていうのが大体500ナノメートル。今の本当に最新の配線だったら、まあ、50ナノメートルとかも、さらに10分の1ぐらいの、まあ、大きさのものもあるんですけれども、まあ、すごい小さな配線です。で、半導体っていうのは本当に日々、毎年毎年どんどんサイズの小さなものを作れるようになっていって、で、まあ、そのおかげで皆さんの携帯っていうのも2年ごとぐらいに機種交換をすると、使い方がわからないよっていうぐらい、いろんな機能がついてくるということも、まあ、その裏側では実はこうやって技術進歩っていうのが、ナノテクノロジーの技術進歩っていうのがあります。で、まあ、今、ナノテクノロジーで物を見るその技術を紹介したんですけれども、まあ、いろんな技術、いろんなナノテクノロジーで物を作る技術っていうのがあるんですけれども、大学でやられている一つの方法なんですけれども、イオンビームという方法で、まあ、ナノの物を作るというのをちょっとご紹介しようかなと思います。まあ、今ちょっと真ん中に、金色の小さな、これも1センチ×1センチぐらいの板なんですけれども、ここに、まあ、文字を書いてみようと、それもナノスケールの文字を書いてみようということをやっています。まあ、私たちの感覚でいうと、物を削るってなると彫刻刀とか出てきますけれども、まあ、これ職人さんがやってもやっぱり数十万円と、まあ、金の彫刻とか、金箔とかありましたけど、そういった限界がありますので、まあ、収束イオンビーム装置というものを使います。まあ、これもちょっとなんか人の大きさぐらいの結構大掛かりな装置なんですけれども。で、パソコンを使ってですね、まあ、なんか見てると、お絵描きソフトでなんか書いてるような感じに見えるかもしれないんですけれども、ナノテクといろんな文字で書いて、それで実際に、まあ、これは見ながら、実際に、その金の板を金属の板を見ながら、書くことができるんですけれども、上からなんか島が降りていると思うんですが、これで徐々に島が動いているところからどんどん削っていくというような形です。で、実際書いたものっていうのは書いてはいいけれど見ることができないというような世界ですので、もう一回電子顕微鏡が登場して、電子顕微鏡っていうのは、まあ、電子を当ててものを見てるんですけれども、空気とかがあると空気にぶつかってものが見れないってことがあるので、まあ、真空にして見てます。で、まあ、今ちょっとものが映ってますけれども、徐々に拡大していきます。見えてきてますかね、皆さん。なんか書いてあるの見えますか。
流れると本当に書いてありますよね。線の太さ、大体これ200ナノメートルです。まあ、一応断っておきますと、まあ、うちの会社 CG とか映像合成するの得意ですけれど、これは CG ででっち上げてるわけではなくて、本当にこうやって映像ではなくて、ちゃんとものを作っています。で、まあ、大学っていうのは、まあ、今これ収束用ビームという、まあ、一つの方法だったんですけれども、今いろんなナノテクノロジーでものを作る技術っていうのが開発されてまして、大学では本当に例えば一度にたくさんのものを作る、ナノサイズを作る方法だとか、エネルギーを使わずに小さなものを作る方法だとか、いろんな方法が開発されています。で、まあ、おそらくそれっていう、作った技術っていうのは、まあ、5年後とかではなくて、まあ、10年後、20年後の、まあ、皆さんの使っている携帯に、まあ、ひょっとするともう10年後、20年後っていうのは携帯電話はなくて、脳にチップを埋め込んで座るとか、そういった世界になってくるかもしれませんけれども、10年後、20年後にの、まあ、製品に大学の技術というのが応用されてくるのかなと思っています。では次の話に行こうかなと思うんですけど、どうも辻野さん、ありがとうございます。いろいろコンピュータグラフィックを含めて分かりやすかったと思います。まあ、イメージとしては非常に小さい。で、いろんなものがあるんですけど、実はそんな中にナノの技術が入っている。でこういうような工業製品だけでなくて、今環境問題とかいろんなところ地球が抱えている問題がありますけど、それを解決するにはやはり最先端の技術が必要なんですね。で、そういったところをやるのをナノっていうふうに考えていただければいいと思います。いろんな身近な分野にもナノテクが影響を受けますか、すると思います。で、ナノテクはいいことばかりでなくてもですね、本当に人体に影響が及ぶか、悪い影響がないのか、そういったことも含めて大学は研究したい。すべていいことばかりではなくて、やはり危険なこともありますから、そういう心配をしながら研究をやってます。じゃあ次にロボットの話を高橋さんにしていただきます。で、高橋さんご存知のように、まあ、いろんなところで活用されています。まあ、ロボット分野の、まあ、開発者、パイオニアでもあるかもしれません。で、京都大学卒業されて、今はロボガレージという、まあ、会社を作られている。で、先ほどの辻野さんもそうなんですけど、代表者、ないしは社長さんでもあります。で、そういった形で、まあ、大学を卒業して自分で会社を起こすとか、自分の活動をやるというのを、まあ、一種の、これもベンチャーなんですね。じゃあ、高橋さん、どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、ロボガレージの高橋です。ですね、ロボットクリエイターという、まあ、仕事を、私が勝手に作ったんですが、まあ、そういうことをやってます。で、何をしているかというとですね、まあ、要はロボットを作っているんですが、例えばこんなロボットを作っています。でですね、まあ、せっかくなんでロボットを持ってきました。で、こんなカバンの中に入ってます。で、ですね、まあ、なんでちっちゃなロボットなわけなんですが、まあ、こんなものです。で、ですね、まあ、なんかこう、で、まあ、ちっちゃいのでちょっとカメラで大写しにしてもらいますが、今、あらかじめもうプログラムを入れてあります。なのでですね、電源を入れてやると、こんなふうに、動き出します。まあ、こういうものをですね、作って、まあ、発表するというのが、まあ、こう本来の仕事でして、まあ、こんなふうに歩いていって、今体の中にですね、24個のモーターが入っています。で、それをコンピューターで、制御してやって、またちっちゃなバッテリーが入っていてと。バッテリーはですね、携帯電話なんかに使っているのと同じ種類のバッテリーです。で、まあ、ロボットというのはですね、非常に幅広い分野の技術が使われていて、まあ、それこそですね、ナノテクの、技術を応用した、ものも、そういう製品もたくさん、部品もたくさん使っていますし、
また、そうですね、人間のことを知って、例えば人間がどうやってコミュニケーションを取っているのかとか、いうことを知ってですね、それをロボットの動作に、活かしたいということをしています。で、このロボットですね、まあ、実は歩くときに、中腰にならないようですね、まあ、もうちょっとちゃんと自然に歩けるという、そういう技術を開発して、まあ、その特許を取ってですね、その実証機として、作ったロボットです。で、まあ、アメリカのタイムという雑誌の、まあ、2004年の発明ということで紹介されたということでですね、一応こういろいろ、まあ、世界中に呼ばれてこのロボットを紹介する機会が、まあ、多くあります。で、こういうロボットを作ってですね、このロボット実は私が勝手に作ったロボットです。どっかからですね、作ってくれと依頼されて、作ったわけではなくて、勝手に始めたプロジェクト で、こういうものを作ってですね、まあ、サイエンスアートのような形で発表しています。こんなロボットの商品が、まあ、学生時代に、販売されることになりました。5000台ほど世界中で売ったロボットなんですけども、まあ、そんなことで、まあ、在学中からベンチャーの仕事をすることになって、で、そのまま卒業の時に独立することにしました。で、まあ、いろんなロボットをそれから作ってるんですが、こんな大きいやつからですね、こんな、鉄人の、まあ、アニメーションのキャラクターの商品だったりとか、これもアニメーションのキャラクターなんですけども、こんなものだったりとか、あ、ちなみにですね、こういうのは勝手に作ってるわけじゃなくて、こういう、半券元と呼ばれるこの、向こうからですね、こういうものを作ってほしいということがあって、依頼に応じて作ってるというわけです。ロボットの分野で一番大きな競技会、ロボカップというものがあるんですが、そこに出るロボットも作っています。優勝するとですね、このルイ・ヴィトンカップというのは非常に高価な、トロフィーがもらえるんですが、でこれはアメリカで、昨年あった時のやつですね。今ボールを蹴っているのが我々のロボットで、大阪を中心にですね、チーム大阪という名前で、いくつかの企業と大学が集まってこのロボット、私も含めてですね、共同で開発しています。 でっかい相手がですね、ドイツのロボットです。でこれは誰かが操縦しているのではなくてですね、ロボットが自分で考えて動いています。で体の中に、コンピューターが持っていて、カメラでボールを見て飛び込んでセーブすることができる。転がっているボールを見つけて今、拾いに来ました。中にはですね、Windows XP というコンピューターが載ってます。で、相手のロボットなんかも PDA が載ってて、後ろにもう画面がチラチラ映ってたりするんですが、で、今これはですね、2対2でサッカーをしていますが、今年から3対3でサッカーをしています。というようなことでですね、まあ、この時点では4連勝だったんですが、今年5連覇、を達成しました。こんな風にですね、実はまあロボットの分野というのは、まあ、日本にしては珍しくてですね、世界をリードしています。で、なんで、ロボットの分野が、世界一かというとですね、実はものづくりの、技術力が高いからなんですね。じゃ あの時間も少しというかかなり消化してますので一応終わりたいと思います。あの今日は皆さん本当に来ていただきましてありがとうございます。それからお二人にもぜひ協力していただきましたので拍手で皆さん感謝します。昨日の夜もずっと作ってたんですが、